雲和県は中華人民共和国石膏省、冷水市に位置する県。雲和県は石膏省南西部に位置し、東は連徳、西は流泉市、南は京ネイシェ族自治県、北は商用県に接している。南北約 47km、東西約 38km。雲和県は旧山噴水半分田と称され、県域は山岳地帯と、 田園地帯が広がる。地勢は南西から北東に向けた傾斜となっており、ホラグー山脈と千カスミレ山脈の市脈が南北にそれぞれ位置し、県内の最高峰は海抜線593.1メートルの白鶴線となっている。山地の間には流線系とその支流が流れ、雲は盆地をはじめとする盆地を形成し、水田地帯となっている。 1452年、病町は、冷水県の浮雲里と源野郷に、雲和県を設置した。1958年、雲和県は、冷水県に統合されたが、1962年に、再び雲和県を設置。1984年に、雲和県より、経年県が分割され現在に至る。雲和県の経済は、農業が主であり、主生産品であるべ以外に、 シイタケやキクラゲの栽培が盛んである。また果実栽培とそれに付随するドライフルーツ加工も行われ、19個ブランドで全国に販売されている。工業面では前日の食品加工以外に、玩具、金属加工などの工場が稼働している。ありがとうございます。